ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。後ろ向いてください、後ろ向いてください。これなんかすごいいっぱいディスプレイがありませんか。あ、ディスプレイはそうです、ね、これ開けてもいいですか。はい、失礼します。でなんかちなみにこれトランク開けるとなんか今日すごいって聞いたんですよ。じゃあ行きたいと思います。よっ、遊戯配信ルースチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、山津です。はい、 D1 ドライバーの藤野です。はい、こんばんはの時間になってしまいましたね、気づいたら ね、はい、はい、というわけで愛車紹介、はい、続きいきたいと思うんですけれども、三熊さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。もうあのごめんなさい、車の前にいいですか。もう初音ミクになってますよ、はい、ねえ、はい、そうです、今日車紹介だけど、はい、本人から紹介あの本人紹介から僕ちょっと気になっちゃったんですけどでもこだわりがすごいですよね。もうすごいね、なりきっちゃってるところが。そうですね、はい、はい、で、まあ、このお車が愛車ということで、これはダイハツのタントですか。そうですね、タントカスタム、はい、はい、で、まあ、それを、まあ、ラッピングをして、はい、初音ミク仕様にと。そうですね、はい、はい、藤野さん、イタ車ってあまり藤野さんは馴染みがない気がするんですけど、どうですか。最近、まあ、馴染みはないんだけど、最近やっぱレーシングカーでもイタ車って多くて、はいはいはい、だからまあ見ないわけではない。ただここまでこうなってるのはあんまり見たことない。うん、確かに僕もこうまじまじと見ることもなかったので。これ三熊さん、こだわりポイントどこですか。キャラクターの絵は全て、この S さんに描いていただいて、もう完全にオリジナルですね、はい、一応車体に合うようにお願いをして、この担当カスタムに合うように描いていただいてるんで、本当に配置というかバランスはもうバッチリ合ってる感じですかね。確かにね、やっぱりバランスいいもんね。全然このボディデザインに合ってます、違和感がないっていうのはそういうことですよね、はい、サイドもすごくないですか。すごいとしか言いようがない。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください後ろ向いてください、後ろ向いてください。ごめんなさい、後ろ向いてるままで申し訳ないんですけど、これは光るカバンがあるんですか。そうですね、一応アプリで字符を飛ばしてここに表現できる、一応文字だったりいろいろできるんですけど、まあ、今回は絵柄を流してる感じですかね。こういうのもあるんですね。こういうのもありますね、すごい。普段そのリュックを背負って流して歩ってる感じで、イベントの時はそうです、やっぱり。じゃあさすがに普段の日は、普段の日はそうですかイベント専用のカバンですね、はい、でまたこのサイドもすごくないですか。この、まあ、絵もそうなんですけど、皆さんこれ結構面いい感じに出てません。そうなの、さっきから見ててね、もう本当バイナルもすごいんだけど、ラッピングもすごいんだけど、ちゃんとそれに合わせてホイールの色だったりとかね、キャリパーで車高の加減とか、うん、全部ちゃんとねカスタムしてるから、うん、なんかこだわりがね、なんかもう全体的にこうやっぱバランスよく作られてるなと思う。かわいらしいけどかっこよくも決まってますよ ね。でやっぱりこの僕はどうしてもですね、このぬいぐるみとフィギュアたちが、まあ、気になってくるんですけど、これなんか置くきっかけみたいなのっていうのはあったりしたんですか。そうです、単純に部屋に置ききれなくなっちゃったんで、はい、それでじゃあ車に置いてしまえばいいんじゃないかっていうのが始まりで、その後にラッピングっていう感じですね。あ、そうなんですね。これ中も見にくくないんですか。さすがに運転するときは危ないので、あ、なるほど、そこはします、もちろん、はい、またこれ内装も、まあ、ぬいぐるみがもちろんフィギュアもいっぱいあるのもすごいんですけど、はい、これなんかすごいいっぱいディスプレイがありませんか。あ、ディスプレイはそうですね。これ開けてもいいですか。あ、はい、よいしょ、失礼します。よいしょ、だってこれ1、2、3、4、5、6、これ6個ありますよね。もっとありますか。目の前もね、正面もそこもそうですね。7個ですか。7個、はい。これはちなみに何を見るんですか。やっぱり初音ミクの、音楽だったりですね。これは、まあ、初音ミクだからネギだと思うんですけど、はい、おっしゃる通り深谷ネギではないですよね。深谷ネギではない藤野さん、やっぱり深谷ネギじゃないそうですそれ気になったの深谷
自分深谷なんですよ。あ、そうなんです。そう、深谷ネギ有名だから深谷ネギ好きなのかな。いや大好きすぎませんか、いくらでも。でも気になってましたもんね。はい、はい、だってこれ後ろもほらやっぱりネギありますよ、はい、ネギが。ではなぜか走り屋だけど。あ、後ろもネギあるね。ワイパーがネギになってる。でもあとはここじゃないですか、ここの。え、何それ。マフラーカッターのところもこれ初音って書いてあるんですよ。あ、本当だ、すごい。いや、マフラーのメーカーかと思ったら違うんだね。え、これもオリジナルで全部作って、そうですね、あのワンオフで作ってもらった文字を選んで、あの配置してくださるっていうことだったので。あ、はい、すごいね、こだわりがすごい。こだわりがすごいです。でなんかちなみにこれトランク開けるとなんか今日すごいって聞いたんですよ。です、ね、さっきちょっと教えてもらったんですけど、はい、開けてみます、うん、開けてね、何が起きてるのか気になるんですけど、じゃあ行きたいと思います。よっ、じゃじゃん。おっ、あ、かわいい、これ。え、これめちゃくちゃかわいいですね。そうですね。え、だってこれいっぱい20体ぐらいいますよね。数えてないんですけど2、5、10、19。これはもうここにこう入れようと思ってこう全部買ってこう合わせてたんですか。そうそう、あ、いや、あのなんとなくここに入れたらハマるかなと思って入れてみたらちょうど数があって、はいはい、それでここに飾ったらインパクトあるかなと思って展示するときはこういった形で、うん、あの後ろ開けてみたりして展示することもありますね。はい、かわいい、ね、いいですね。なんかこれ癒しが広がってますね、これトランク開けるとめちゃくちゃかわいいですね。これはカスタムをしようと思ったきっかけみたいなのっていうのはあるんですか。やっぱこうフルラッピングに近いところまでこういう風にやられてますけど、板車自体が好きだったので、はい、自分でも何かこう、うん、車で表現できたらいいなっていう時に、はい、やっぱり一番好きなキャラクターを、はい、やっぱり貼りたいなと思ったので、うん、まあ、色もそうですけれども、はい、デザインもいろいろ考えて、うん、こういった形にしました、うん、もう僕はもうこだわりがすごすぎるのと、まあ、この僕はやっぱこのトランクを開けたこの可愛らしさが一番こう好きかもしれないですね。このやっぱりキャラクターへの愛がすごい伝わる気がします。 ありがとうございます。これやっぱ普通の人やろうと思ってもできないじゃないですか。それを実際にやるっていうのが僕はすごくこういいなと思っちゃいましたね。はい、というわけで三隈さんの愛車担当をご紹介させていただきました。いや、もう本当にね、このなんですか、初音ミクへの愛が伝わる素敵な一台だったんじゃないかなと思います。三隈さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。では放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録、ルーツチャンネルではお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。